おいで、おいでシャルロット、お前はういやつよな。おう、ソラじゃねえか。どうだ、新しい職場は。そういや、ソラ君新選組入ったのか。いいね、俺も仕事欲しい。またバカ王子のとこに面接行きゃいいんじゃねえ。あいつのパパ金持ちだし。そうだな、いっそのこと新選組に入るって手もあるぞ。ソラに紹介してもらって。それはちょっと、おかみの仕事は都合上受けらんなくてさ。ほらさ、おじさんもいろいろとあるわけよ。まあ俺も不器用だし、不器用は不器用なりに俺は俺らしく生きようと決めたんだ。不器用って言葉使えばカッコつくと思ってんじゃねえぞ。あ、バレた。俺は情報屋じゃねえからな。依頼を受けて仕事するだけだし、だいたい手柄なんて言われてもわかんねえぞ。いっそのこと手柄作っちまえばいいじゃねえか。そうさな、今ここでこのおっさんを容疑者に仕立て上げるとか、あ、公務執行妨害かなんかで。おいおいおい、嘘のこと言わないでくれよ。大けな少年の役に立つと思えばいいことじゃねえか。そらには随分と世話になってんだろう。いや、そりゃそうだけど、そんなんちょっと違うような。だったらあそこ、万世博覧会のテントに行ってみちゃどうだ。まあでっかいイベントには裏の金がつきものってことか。もちろん憶測だけどな。あ、銀さん。いや、サーカスでも見て気晴らししたら、なんか名腕浮かぶかもなーって。そっちかい。それもそうだな。おお、やるじゃねえか、サラ。よろず屋で俺らと同じ飯食ってただけのことはあるな。まあそうは言っても、イベントごとにはトラブルがつきもんだ。何か思いがけないもんが現場にあるかもしれねえぜ。おう、頑張れよ若き隊員。給料入ったらなんかおごれよ。